東京都渋谷区の代官山蔦屋書店に来ております。こんな街なかなか来ないですからね、代官山なんて。さっき駅からこっちに向かってくる途中に全身バレンシアガの謎の男が巨大な犬連れてましたよ。何なんですかこの街は。代官山周辺のミミズクたちもね、セレブミミズクたちでね、まあいけすかない街ですよ。見てください蔦屋書店、伊勢崎町本店と大違いですよね。何ですか壁は。好意的にやってる、あの TTTTTTT っていうのは、あれ Y に変えてやろう。一個一個へし折ってさ。ツイッターを見るとブッコログッズと優勢カバンをね販売しているということで、もっとね売らせようと思うんですよ。ちょっと売り上げも聞かなきゃだな。売れてなかったらオペレーション考えないとこっちで。行ってみよう。便利なのがね、外に来るとちっちゃくられるんですよ私。普段大きすぎるんでね、大会までは目立っちゃうからな。渡り廊下あるよ、渡り廊下。伊勢崎町本店とは全く違います。同じ業種とは思えませんね。こちら、あ、なんかちょっといい匂いする。あれ、あ、売ってるよ。売ってるじゃん、結構あるじゃん。あ、おじゃ、お久しぶりです。ちょっとちっちゃく。そう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 、特殊能力でねちょっとだけちっちゃくなれるんですよ。売れてますか。まあまあまあ。あ、これ売れてねえな。うちの店のスタッフがめちゃめちゃ買ってます。いやいや、スタッフに売れてもしょうがないですよ。あれサインあるじゃん。佐久間さん、これないわ。誰でもベタベタ触れるようにしてあるの。これに入れてよ。あ、ケースケースに入れてよ。やっぱ売れてない感じするな。分かりづらいんじゃないですかね。いくちゃん貼っといて。はい、佐久間さんの背中ぐらいのところに。そこだったら扉開かなくない？あ、いい、扉とかいい。まずは売れるか売れないかだから。まさか。剣山。よろしく。乾杯。観光地の落書きみたいになって。そんな開けないっすよね、その扉。いや、一日に何十回か開けますね。せっかく来たから佐久間さんにコンシェルジュしてもらおうかな。私におすすめの筆記具とかありますか。ぜひ。基本的には一緒に売り場でお好きなものありますかみたいな感じで。おい、ちょっと待って、壁全面ボールペンですかこれ。ボールペンと万年筆とペンシル3種類あるんですけど。これね、来て分かりました。そら、ひろこ来るわ。文房具好きにはたまらないじゃんこの陳列。これたまんないな。ブッコロカラーみたいな、はい、いくつか。はい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 。それは万年筆。これ万年筆ですね。え、電子機？そうですね、こうなんか開けます。もう閉まってるんですか。もう閉まってますよ。怖っ。こんな店舗の方がうちのような下品なチャンネルよく出てくださいましたね。まず1本目はイタリアのアウロラというメーカーのオプティマというモデルですね。文房具なのにレクサス買いに来たみたいな感じになってますね。めちゃくちゃ書きやすい。え、めっちゃ営業上手じゃん。ブッコロもすっごい笑ってるもん。本当に買うかもしれないこれは。今まで書いた万年筆何だったんだろうっていうぐらい。本当ですか。すごいよ。字幅はあるんですけど、サインとかされる時にはいいんじゃないですか。次はボールペンなんですけど、はい、ペリカンのスーベレンの限定カラーですね。バイブラントオレンジ。めちゃくちゃ綺麗だよ。ペリカンでキラキラした樹脂色って珍しいんですけど、うん、金持ちしか持ってないだろ。あー、はいはいはい。中の芯は他のメーカーとも互換性があるので、他メーカーで好きな芯があったら入れ替えたりとかできるんで。いい。これがファーバーカステルのギロシェです。ギロシェ、ここがいいですね。そうですね、持ち軸が。口がねちょっと長いので見た目がスタイリッシュになりますし、ね、書いてる場所が見やすいというのはあります。あ、僕はペリカンよりこっちの方が好きだな。重みがちょっとあるので、うんうん、安定感が出てくると思います。好き。それぞれお値段いくらですか。はい、ギロシェが3万800円。するなぁ。ペリカン、ペリカンが3万3000円。ああ、3万3000円。はい、これですよ問題は。こちらがですね7万4800円です。でもちょっとこれ買っちゃうかもな。なかなか持ってる人いないですよね。形としては定番なんですけど、オレンジ色を愛用されてる方っていうのは少数派だと思います。また今度個人的に行きます。ペン以外
外ですと国産のメタルプロダクトがたくさんあるのが特徴、はいはい、佐久間さんが好きだからそうなんですこれいいと思います。ジュラルミンでできたカバンなんですけど鍵ついてるんで外しますね、はい、似合うと思うんですよね。ミミズクですか。はい何その六角レンチの鍵みたいなやつ。特殊工具そういうの好きなんですか。文房具も好きですけどあらゆる道具が好きっていう。あらゆる道具初めて聞きました。あらゆる道具って何これ。エアロコンセプトといって航空機の中の構造を作ってる工場で同じ技術を応用して作ってるものですね。軽くて薄くて丈夫。こちらをぜひ。あ、軽い。そうなんです。 800g しかないんです。卵8個分とかなんで10個入りパックより軽いみたいな。あんまり物が入るっていう感じじゃない。あ、でも、あ、いけますね、いけますね。あ、いけます、いけます。これおいくらですか。だいたい10万円ぐらいですね。これは大丈夫です、買わないです。そうだ、ガラスペンあるんでしたっけ。ガラスペンあります。ザキさんが買いに来てくれたガラスペンだいたいこれぐらい。はい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 。おー結構ありますね。あ、ハリオもガラスペン出してるんですか。そうなんです。実験器具とかね。そうです、ビーカーとかフラスコとかの、ね、はい、書きやすいですよ。絵もあるんですね。うちもちょっと絵売ってもらおうと思って持ってきたんですよ。いくちゃんちょっとあそこ、失礼します。焼かれて売ってるじゃないですか焼き鳥、焼き鳥になってますよここもやっときますか。そう、うん、そう、あっちゃおうこれは集客力抜群ですね。あー、いいですね、いいですね。さすがイクさん、張り慣れてるわ、うん、うんうんうん、いいと思う。そうだ、ホワイトデーなんですよ、はい、ホワイトデーのなんかおすすめありますか。いいノートっていうのはどうですかっていうところで、いいファブリックが表紙に使われているノート。いいじゃないですかこれ、はい、ファブリックは某有名ブランドで洋服とかにも使われる、作ってるぐらいのいいファブリックを使ってるんだ、はい、あ、金のこれ。そうなんです。これね、特殊なやり方してるんですよこれこれおいくらですか。9680円です。やっぱ横浜から来てると物価が違うのかな他あります。折りたたみ傘とかこれめっちゃいいじゃないですか。フォックスアンブレラメイドインイングランドって書いてある、はい、あれうちの子にちょっと似てるかな、うん、うちの子にちょっと似てますよこの子。カラーリングがスタヤ書店限定で中がワインレッド、おしゃれ、外側が黒っていう。もう値段聞くの嫌になってきたなおいくらですか。こちらに34,100円傘っすよ。晴れの日使わないっすからね。今日も出番ゼロっすよ。それに3万ちょっと見つからなかったなこれにします。家に3つぐらいありますけどせっかく来ましたのでサイン本を書きたいと思います。ありがとうございます。サイン本は売るんですか。プレゼント売る売る先着5名様、はい、オプティマでしたっけ。はい、オプティマです。オプティマでするサインですからね。ほら、いいじゃん。気品あふれてるよ。外壁おしゃれ。二つ目。スタバエコ。ツタヤに愛情ある感じでお願いします。ポイントゲット。四冊目。ツタ。最後っすか。キー。釣ったろ剣山。じゃあまたこれは買いに行きますんで、はい、はい、取り置きしておきますんで。いや、取り置きは取りだけに、取り置きはいいです、はい、取りだけに。お店はこのままで大丈夫ですか。ちょっとあの主役しますね、あのこの辺とあれ遊林堂のカウンターみたいになりますね和子サンキュー。ありがとうございます。